パルムードは、モーセが伝えた、もう一つの立法とされる、区伝立法を収めた、文書群である。六部構成、六十三編からなり、ラビの教えを中心とした、現代のユダヤ教の主要教派の多くが聖典として認めており、ユダヤ教との生活、信仰のもととなっている。ただし、聖典として認められるのはあくまでヘブライ語で、記述されたもののみであり、 他の言語に翻訳されたものについては意味を正確に伝えていない可能性があるとして、聖典とはみなされない。エルサレムタルムードと対比して、バビロニアタルムードと呼ばれることがある。ユダヤ教の伝承によれば、神はモーセに対し、書かれたトーラーとは異なる。区伝で語り継ぐべき立法をも与えたとされる。これが、区伝立法である。時代が昇って二世紀末頃、当時のイスラエルにおける、 ユダヤ人共同体の長であったユダハナシーが複数のラビたちを招集し、デ伝立法を書物として体系的に記述する作業に着手した。その結果出来上がった文書群がミシュナである。本来、デ伝で語り継ぐべきデ伝立法があえて書物として編纂された理由は、一説には第一次、第二次ユダヤ戦争を経験するに至り、ユダヤ教の存続に、 危機感を抱いたためであるるともされるこのミシュナに対して詳細な解説が付されるようになると、その過程において、現在それぞれエルサレムタルムード、バビロニアタルムードと呼ばれる内容の全く異なる2種類のタルムードが存在するようになる。現代においてタルムードとして認識されているものは、後者のバビロニアタルムードのことで、6世紀頃には、 現在の形になったと考えられている。当初、タルムードと呼ばれていたのはミシュナに付け加えられた膨大な解説文のことであったが、この解説部分は後にゲマラと呼ばれるようになり、やがてタルムードという言葉はミシュナとゲマラを合わせた全体のことを指す言葉として使用されるようになった。タルムードはユダヤ教徒の聖典である。 という解説が今まで日本では多くなされてきているが、実際のところタルムードの権威はラビの権威のことでもある。そのため、後世におけるラビの権威を認めない立場からはタルムードの権威を認めないことになり、タルムードの権威を認めないユダヤ教の宗派も少なからず存在する。その代表とも言えるのがカライ派で、モーセのトーラーのみを聖典とし、ラビ文書の権威を認めていない。 また、シャブタイ派の流れを組むユダヤ教においては、むしろタルムードを否定するという立場を取る。バビロニアタルムード全館ミシュナーを中央に配置し、その周囲にゲマーラを記述する形式となっている。ありがとうございます。